ジャパン、日本のすごいニュースへようこそ。今回は行き過ぎた再エネ振興についてお話ししていきたいと思います。我々が住む日本という国は再生可能エネルギーに向かない国と言われています。しかも東日本大震災の原発事故のこともあり、原発に関して国民感情も考慮して非常に慎重な姿勢を取らざるを得ないわけです。そのため石炭火力発電が現役なわけですね。その一方で日本の石炭火力はきっちりと浄化処理を行った上で大気中に放出するため、欧米と比較して圧倒的にクリーンなわけですが、二酸化炭素を排出する石炭火力発電を推進してきた日本はヨーロッパから石炭中毒とまで批判されてきました。そうして批判を繰り返してきたヨーロッパですが、ドイツがここに来て手のひらを返して石炭火力発電を再稼働していっているという話をご存知でしょうか。今回は再エネを極端に推進することによる危険性と日本の超技術についてお話しします。このチャンネルでは世界に誇れる日本のすごいお話などをお届けしています。日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。日本政府は非効率と呼ぶ一部の石炭火力発電を令和12年度までに休廃止に踏み切る方針を決めました。しかし日本以外でも石炭火力を多く使っている国はアメリカや中国、ロシア、韓国、オーストラリアなど決して少なくないんです。なのになぜ日本だけが批判されなければならないのか。日本は地球温暖化対策に後ろ向きな姿勢を示した国に贈る化石賞に3度選ばれるなど不名誉な烙印を押され続けています。かつて国連本部の気候変動問題に関する会合においてグテレス事務総長が石炭中毒という言葉を使って石炭火力発電への依存を批判したこともありました。特に日本に対して強く当たってくる国がドイツです。ドイツは2020年7月3日に温暖化対策として今後の18年間で石炭火力発電を全廃する脱石炭法案を可決しました。さらに2022年末までの脱原発政策も進め、2050年までに電力の 80% を再生可能エネルギーで賄うという政策を掲げたわけです。これは皮肉でも何でもなくとても意識が高いですね。イギリスやカナダ、フランスやイタリアなども2030年までの脱石炭を目指すとしていますが、これらの国はもともと石炭火力の使用が少なく、エネルギー政策を大転換するほどのものではないんです。ドイツは石炭大国でしたので、脱石炭を掲げたのはすごい決断ですし、だからこそ脱石炭を進められない日本に対して風当たりが強くなるというわけですね。しかし脱石炭火力の方針を打ち出せば環境先進国、そう言われるのは一定の理解ができますが、国の事情というものがあります。日本の国土はおよそ 65% が森林で 15% が農地です。もし発電量のうち2割を太陽光で賄おうとすると、非森林、非耕作地の 4% を太陽光発電施設に振り分ける必要が出てくるわけですね。要はパネルを置く場所がないんです。まあそもそも太陽光パネルがエコかという議論もありますが、一旦置いときましょう。さらに日本はそもそも日照量の関係で発電できる電力がアメリカのカリフォルニアと比べると半分ほどしかないほどです。つまり太陽光発電自体コスパが良くないんですね。しかもパネルは中国製に依存してしまうことになり、国のエネルギーという根幹部分を中国に握られるので、エネルギー安全保障における懸念も浮上してきてしまいます。さらに風力発電においても事情があります。風力発電が普及しているヨーロッパでは偏西風が安定的な発電量をもたらしますが、日本では安定的な風は海沿いの一部でしか吹かないとされています。洋上風力発電もヨーロッパとは風が異なり難易度が高いとされているわけですね。しかしそんな中でも日本は環境を意識しています。日本の石炭火力は硫黄酸化物や窒素酸化物の排出量は極めて少なく、
欧米と比べてもクリーンなんです。特に最新の J パワーの火力発電はその圧倒的な技術力が光っています。硫黄酸化物の排出量はドイツの石炭火力の300分の2ほどですし、窒素酸化物も125分の1程度です。これまで環境に気を使わず環境汚染物質を抑える技術を開発してこなかったのはどこなんだと。さらに自動車においてもそうですね。 EV がエコである、日本のハイブリッドはエコではない、そうやって批判してきますが、そもそもハイブリッドを早々に作ったのは日本で、環境に対する意識が明らかに違います。さらに EV は生産から廃棄まで考えた時、9年は使わないと、むしろハイブリッドの方がエコです。セカンドカーとしてお金持ちが買う EV、 バッテリー劣化という弱点がある EV、 新しいテクノロジーが出てくる EV、 果たして9年乗り続ける人がどれだけいますか。水素を国家戦略に据えた最初の国はどこですか。そう、環境に対する先駆者は常に日本なんです。石炭火力もハイブリッドも全ては日本に対するネガティブキャンペーンです。さて、そんなドイツですが今どうなったのか。ドイツは脱原子力を謳いつつもフランスの原子力発電による電力を購入していました。しかもロシアからの天然ガスの供給量が大幅に減り、2022年に入って電気代が 600% 以上値上がりし、2022年8月には廃止が決定されていた石炭火力発電を再開することにしました。ドイツとしては事情が変わったんだから仕方ない、そう言いたいところでしょう。もちろんそれは理解できますし、正しい判断なのは間違いないでしょう。ドイツにはドイツの事情があるわけですからね。つまり何が言いたいかと言いますと、日本にも日本の事情があるんだよってことです。そんなに石炭火力とか言いたいなら、世界の石炭のうち 48% は中国、 12% はインド、 9% はアメリカだったわけで、日本はわずか 2.5% 程度ですよと言いたいです。そもそも火力発電に関する浄化技術が天と地ほどの差があるということを知らないのかと。今でも日本はアンモニアと水素を利用した CO2 を出さない火力発電の開発を進めています。カーボンニュートラルを実現するための手段は必ずしも脱火力ではありませんし、必ずしも EV ではありません。欧米は手段と目的を混在させてしまっているんですね。そして事情が変わったとして国策を簡単に曲げるのはヨーロッパのやり方です。2035年をめどに自動車の市場を EV と水素燃料電池自動車である FCV のみにして、ハイブリッド車やガソリン車は淘汰するとしていますが、今後 EV シフトが進んでいくにつれて、確実に資源の問題、電力の問題、 EV の価格の問題、発展途上国のインフラ問題、環境汚染問題が表に出てきて取り上げられる日が来るでしょう。なんなら自動車を国民が選ぶ権利を侵害している、そんな声も上がってきています。しかもバッテリーを中国に抑えられた今では、ヨーロッパにとって EV シフトの旨味はすでになくなってきています。さらにドイツに関しては内燃機関車に関する労働者が職を失うという問題が出てきており、大きな問題となっていて、 EV 一辺倒にするのは危険だと逆に EU に発信するようになってきています。とにかくこうした問題が進行してきた時、ヨーロッパは確実にこう言います。事情が変わったから2035年ルールは撤回するわと。これからの世界がどう進んでいくのか注目していきたいですね。というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話と合わせて、この動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、コメント返信などしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。